ここはお前みたいな役立たずの田舎のおまわりさんが来ていいところじゃないんだよ。さっさと田舎に帰れ、クズが。田舎の交番から警視庁に異動になった俺。警視庁で働くキャリア組、いわゆるエリート同期の工事は、田舎で働く俺をクズ呼ばわりしてきた。田舎で働いていても同じ警察官だ。自分の仕事に誇りを持っている。内心ムッとしていると、工事はさらに続けた。あれだろ、事件って言っても近所のばあさんから家の修理頼まれたりする便利屋だろ。お前給料泥棒もいいところだよな。それで警官だなんてよく言えたもんだ。工事が大声を出したせいで、周りがちらちらこちらを見てくる。するとその時、おい、誰に向かって口を聞いているんだ。警視官がこちらに駆け寄ってくるのだった。俺の名前は立花悟。生まれたのは東京だが、母子家庭だったために母の生まれ故郷で育った。地元の高校、大学と進み警察官になった。地元で世話になった人たちのためになりたいと思い、自ら進んで交番勤務をしている。おまわりさん、おはようございます。おはよう。気をつけていくんだよ。はーい。交番の前に立つ俺の目の前を、黄色い帽子をかぶり、ランドセルを背負った小学生の列が通り過ぎる。ここは過疎化が進む田舎だ。母が育った頃より、子供の数もぐっと減ったという。だが、はつらつとした子供たちと挨拶を交わすと、朝から元気がもらえる気がした。駐在さん、うちで採れた野菜だよ。ありがとうございます。農家のおじさんが採れたばかりの野菜をどっさりと持ってくることもある。交番で勤務している警官で分け合っても、食べきれないくらいの量だ。おかげで季節の野菜は買わずに済んでいる。事件など、何十年も発生したことのない田舎。町中が顔見知りで、戸締まりの必要がないくらい治安がいい。人よりも野生動物の被害とか、自然災害の時の方が忙しくなるくらいだ。警察官になって数年は、都市部で働いていたこともある。だが、ほのぼのとした田舎での交番勤務の方が、自分に合っている気がした。異動ですか？こんな時期に。極めて異例のことだが、上の方からの指示でね。ある日、所轄署から呼び出しを受けて出向いた。署長から直々に話があるのだという。県警を飛び越えて、警視庁上層部からの指示だということで、署長も驚いていた。俺は、極秘と打たれた書類を読ませてもらった。まるでフィクションのようだなというのが初めに受けた印象であった。だが、そこには俺に下された特別な任務と、指示を出した人物の名前がはっきりと記されていた。こちらでの勤務、気に入っていたんですけどね。君は近隣住民からの評判も良かったと聞いている。また戻ってくるのを待っているよ。署長は諦め顔の俺の肩をポンと叩いた。公務員である以上、上からの指示は絶対。断るという選択肢はない。どれくらいかかるかわからないが、今度の仕事にケリがつき、許されるならまた、交番勤務に戻りたいと思った。俺は久しぶりに上京した。想像を超える速さで、変わりゆく東京の街並み。大勢の人々が絶えることなく行き交っている。田舎暮らしに慣れきった今の俺には、懐かしいというより、戸惑いの方が大きい。なんとか地下鉄を乗り継いで、警視庁に向かった。内示が出ていた部署は、刑事部捜査二課だ。そこで懐かしい顔を目にした。
よう、久しぶり。はあ？なんでお前が？野島浩二。同じ地元の同級生で、小中学校が同じだった。警察学校で再会後、同期として入庁した。階級は警部補だ。ただ、昔から仲が良かったとは言えない。俺は母子家庭で、家庭環境が周りのことは違っていた。子供の世界は残酷で、からかいやいじりの標的になった。お前なんで母ちゃんだけなの？捨てられたの？うわ、こいつこんな小さい鉛筆使ってる。新しいの買えないんじゃん？いじめる側にいたのが、浩二だ。反論したかったが、俺が何か言うと、奴らが面白がるのは身をもって知っている。だから、俺は相手にしなかった。もっとも、俺は昔から運動神経が良く、足も速いので、うまく逃げ回っていた。浩二たちは、悔し紛れに俺のことを、逃げ足の悟ると呼んでいた。そうやって、小学生の時の俺は、逃げることで自分の身を守っていた。何お前、今どこにいるの？感動村の派出所にいたんだけど。はあ？どこそれ？え？それってちゃんと交番なわけ？浩二のこの口調で、昔の嫌な記憶が蘇った。そうだ。浩二はこうやってニヤニヤ笑いながら、俺のことをよくからかっていた。あれだろ？事件って言っても、近所のばあさんから家の修理頼まれたりする便利屋だろ？お前、給料泥棒もいいところだよな。それで警官だなんて、よく言えたもんだ。俺は相手をしないように、そうだな、と小さくつぶやいた。だが、その態度が、浩二は気に入らなかったようだ。ここはお前みたいな役立たずの田舎者が来ていいところじゃないんだよ。さっさと田舎に帰れ。浩二が大声を出したせいで、周りがちらりとこちらを向く。すると、課長が小本、と咳払いをしていった。野島、そのくらいにしろ。お前の同期だろ。課長、だって、立花、来て早々悪いが、早速仕事だ。野島と立花、お前たちは例の詐欺グループの件、二人で組んで捜査してもらう。紹介された後、俺は浩二とコンビを組むことになった。浩二は不満そうな顔をあらわにした。待ってくださいよ。なんで俺がこんな下っ端と組むんですか？うるさい。これは命令だ。一日も早く星をあげられるようにな。俺も上からつつかれてるんだよ。任せたぞ。オレオレ詐欺が世間を賑わすようになって久しい。最近はより巧妙に、より組織的になっている。捕まえたとしても、それは受け子や出し子など、ネットでスカウトされたバイト。主犯格は、逃げおおせてしまうので、犯罪が絶えることがない。逃げ足の悟と組むことになるとはな。お前、容疑者を前にして逃げたりするなよ。お前昔っから逃げるのだけは得意だったからな。ああ、ついてねえな。俺のペアがお前みたいな田舎もんでよ。かっこつかねえよな。廊下を歩きながら、浩二は俺をからかう。何かにつけて人を見下して、馬鹿にするのが浩二の悪い癖だ。相棒をそんな風にからかうとは、感心しないな。これは、次長？君は彼を何だと思っているんだ。立花君はね、検挙率ナンバーワンの、凄腕のスターなんだよ。え？こいつが？まさか。後ろから声をかけてきたのは、東堂警視監だった。警視庁では次長職にあり、
警視総監に次ぐナンバーツーだ。突然現れた東堂警視監に浩二は驚いて、警視監に向き直り敬礼をした。人によって態度を変えるところも相変わらずだな。わかりやすいやつだ。立花君、遠いところから呼んでしまってすまなかったね。いえ、検挙率ナンバーワンの立花君が来てくれたからにはもう大丈夫だな。一日も早く犯人を捕まえられることを期待しているよ。ここのところ連続詐欺事件が多発している。マスコミも騒ぎ出しているんでね。はあ、しかしお言葉ですが、立花が検挙率ナンバーワンだからといって田舎と都会では訳が違うと思います。そうだな、だから君と組むんだよ。君はこの辺の地理は詳しいだろう。立花君にいろいろと教えてやってくれ。君たちのペア期待しているよ。はっ、野島浩二、粉骨最新の思いで任務に当たらせていただきます。一階の警部補が警視官から声をかけられる機会はあまりない。浩二は直々に声をかけられて感動した様子であったが、俺に向き直るとまた俺を一別してきた。ふん、田舎のお前が検挙率ナンバーワンだからってな、イノシシでも検挙したのか。しょうがねえから先輩の俺が一からみっちり指導してやるよ。言っておくけど、ここは田舎のやり方は通用しねえからな。俺のやり方でやらせてもらうぞ。いいな。得意満面の顔をした浩二は俺を部下扱いしてきた。浩二の父親は会社の役員で家も金持ちだった。昔から自慢していたのを思い出す。今も性格は変わっていない。むしろ順調に出世しておごった性格に拍車がかかったようだ。だが今はその方が都合がいい。俺はここのやり方わからないからよろしく頼む、と頭を下げた。赴任初日の夜、引っ越し荷物がまだ片付いてないので早々に帰ろうとすると、おい悟、俺様が田舎者のお前に都会の楽しみを教えてやる。浩二はそう言って俺を強引に連れ出した。連れて行かれたのはきらびやかなネオンが連なる夜の街、いわゆるキャバクラだった。警察官とはいえ公務から離れれば飲むことはある。しかしまさか女性のいる店に行くとは思わなかった。どうやら浩二は自分が行きたかっただけのようだった。ゆりちゃん、会いたかったよ。浩二はお気に入りのホステスを指名すると、俺そっちのけで話に夢中になっていた。ゆりという源氏名のホステスは浩二が夢中になるだけあって群を抜いて美しかった。あら、ご新規様ですね。よろしくお願いします。よろしく。こういう店は慣れていないもので。あら、やだ、かわいい。やだやだ、俺の方がかっこいいだろ。またいつものあれ頼んであげるからさ。今日もいいの？いつもありがとう。どうやら浩二はボトルをキープしているらしく、酒を飲みまくっている。俺の方にも一人ホステスがついた。彼女に注いでもらって酒を飲む。詳しくは知らないが、酒やつまみの値段は居酒屋とは桁が違うだろう。浩二がわざわざおごってくれるとは思えず、会計が怖かった。聞くところによると、浩二は常連客らしい。ナンバーワンホステスであるユリにご就寝で、彼女の気を引くために頻繁にやってきては、散財していくという。警察キャリアだから平均より収入がいい上、浩二の実家は裕福である。だとしても、財布が持たないのではないかと思った。まったく飲みすぎだろう。
全然大丈夫ら。コウジは高い酒を頼んでははしゃいで飲みまくった。その挙句に酔いつぶれてしまい、肩を貸しながら帰るところだ。幸いなことに、帰宅するのは同じ感謝。俺はコウジの部屋まで連れて行った。部屋に入った途端、コウジは床に倒れ込んで寝てしまった。大きないびきをかいて、起きる様子はない。うん、よく寝てる。俺には都合が良かった。数日して、俺とコウジはある男を追っていた。受け子や出し子を捕まえても、指示を出した者とのつながりをつかめずにいた。だが、下っ端たちが持っていたスマホやパソコンを、情報処理班が解析した結果、一人の男が浮上した。それが、詐欺グループの主犯格の一人と思われる足立だった。足立の潜伏場所が分かったらしい。すぐに追い込もう。待て。もう少し泳がせば、共犯が見つかるかもしれない。何を悠長な。張り込みに気づかれて逃げられるぞ。ようやく足立の居場所を突き止めた。すぐに身柄を確保することを提案したが、コウジはやけに慎重だった。結局、課長の判断を仰ぎ、捜査員を集めて突入が決定された。俺は息を潜めてその時を待っていた。その時、パリーンという大きな音が足立のアパートから聞こえた。突入寸前、足立が窓を破って逃走したのだ。待ち受けていた俺たちだが、コウジがもたもたして足立を逃がしてしまう。何やってんだ。コンビを組んで以来、俺をバカにして自分の活躍を自慢していたくせに、コウジは肝心なところでヘマをした。俺たちは慌てて足立を追う。日頃の不摂生がたたったのか、コウジは途中でへばってしまった。俺は自慢の足を飛ばして、一人で追いかけた。くそ、しつこい奴だ。しつこいのが俺の心情でな。長く走り回って、体力の限界が来たのか、路地裏に追い詰められた足立は諦めたようで、最後はあっさり確保した。足立が一連の犯行を吐きました。おお、やったな。それと、あの件も認めました。そうか。いやー、さすがだな。上の肝入りで来てもらっただけある。俺に手柄を取られたのが悔しいらしく、コウジは終始不満顔だった。ただ、調書を確認したコウジは、ほっとしたような顔をしていた。課長をはじめ、捜査二課の刑事たちも、世間を騒がせた連続詐欺事件が解決したと喜んでいる。だが、俺の仕事は終わっていなかった。喜びの輪の中から、コウジがこっそりと抜け出たのに気づいた。課長を見るとうなずいていた。俺たち、ついにやったな。え？は？お前どうやって入ってきた？ああ、この前合鍵を作らせてもらったよ。俺たちペアだろ？お前、もう少し鍛えた方がいいぞ。あれぐらいでへばってたら、万引きのおじいちゃんだって捕まえられないぞ。お前は昔から運動苦手だったもんな。ふん、逃げ足だけのバカには言われたくないね。ところで、その手に持っているものは何だ？証拠隠滅か？気づかれないように部屋に入って声をかけたとき、コウジはひどく驚いた表情を浮かべていた。手元には、スマホと SD カードが無造作に置かれていた。心のどこかで、お前を信じたい俺もいたんだけどな。連続詐欺事件の重要参考人として、お前を連行する。何を言って。おい、やめろ。コウジは猛烈に抵抗したので格闘となり、部屋は嵐が去った後みたいにめちゃくちゃになった。俺だけでなく、
課長の意を含んだ刑事も応援に駆けつけて、工事は取り押さえられた。ふざけるな。証拠もなしにペアを疑うのかよ。床に押さえつけられた工事は、切れた額から血を流しながら俺を見上げた。証拠はあるさ。初日に部屋に入った時、お前のスマホから情報を抜き取らせてもらったからな。初日？あ、お前、刑事だったらもう少し飲み方考えた方がいいぞ。あんな姿さらしてたら、お前の信用問題に関わるからな。そう告げると、浩二は愕然とした表情を浮かべてうなだれた。取調室に連れて行かれた浩二は、はじめは白を切っていた。だが、浩二名義のスマホやパソコンから、動かぬ証拠を提示された以上、言い逃れはできない。数日間粘ったが、ついに白状した。足立は確かに主犯格であったが、その背後にいたのが浩二だ。過去の被害者リストの中から、再びカモになりそうな標的を知らせていた。さらに、警察の捜査情報まで漏らしていたというのだから、許しがたい。なかなか詐欺グループの尻尾がつかめず、被害が続いていることに、業を煮やした警視庁上層部は、内部に情報提供者がいるのではと疑った。その筆頭が浩二であった。浩二はキャバクラでホステスに入れ上げたあまり、借金がかさんでいた。足立たちから巻き上げた金の中から、少なくない金額を受け取って、返済に当てていたのだった。今回はそんな役回りをさせてすまなかったな。だが、きっちりと成果を上げてくれた。本当に助かったよ。いえ、とんでもないです。俺は警視庁の次長室に呼ばれて、東堂警視監から直々に礼を言われた。工事を泳がせながら監視するペア役として、俺が選ばれたのには理由がある。ガキの頃からの付き合いで、ずっと俺を見下していた。そんな俺なら、油断して隙を見せるのではないかという判断だった。まさか、初日の夜から酔いつぶれて、絶好の機会が巡ってくるとは思ってもみなかった。おかげで合鍵を作り、スマホとパソコンのデータを抜き取ることに成功した。数日間の調査で、工事が真っ黒であることが判明。その矢先に、足立の潜伏情報が警察に知れてしまったのは、工事にとって予想外であったらしい。突入前に、捜査情報を漏らして、逃走を手助けしたことも分かっている。警視庁では、捜査関係者が関わった不祥事であることを重く見ている。さすがに隠し通すことはできず、工事の懲戒免職と合わせて、刑に服することが発表される見通しだ。いやあ、本当によくやってくれた。東堂警視監が近づいてきて、俺の肩を軽く叩いた。若い頃は、刑事部や組織犯罪対策部に所属して、凶悪犯を相手に、一歩も引かず、活躍してきた人だ。こわもてで、がっちりした体格。凄みのある雰囲気も相まって、鬼の東堂と呼ばれていた。そんな彼が珍しく柔らかい表情をしていた。その雰囲気は俺にとって、遠い記憶を呼び起こした。サトルも立派になったな。母さんは元気か？はい。農作業の傍ら、婦人会でも地区代表に選ばれて、忙しいようです。今は俺たちだけだ。気を使わなくていい。東堂警視監は、俺の実の父親である。俺がまだ3歳くらいの時に離婚した。とは言っても、夫婦仲は円満であった。当時は新宿を中心に、密入国してきた外国のギャングと、日本のヤクザが島をめぐって激しい争いを繰り広げていた。民間人にも犠牲者が出たことがある。もちろん、警察だって黙ってはいなくて、厳しく取り締まった。当時の父は、
組織犯罪対策部に所属していて、何人ものギャングやヤクザを検挙したらしい。その中にボス格がいたらしく、恨みを買ってしまった。特に外国のギャングは手段を選ばない。ボスを釈放しないと家族がどうなってしまうかわからないぞと脅迫されたらしい。大切な家族に被害が及ぶのを恐れた父は、苦渋の決断を下して離婚の形をとった。母と俺は東京から遠く離れた母の故郷で暮らすことになったのだ。何年も経って落ち着いた頃に父と再会することができた。だがその頃には田舎の暮らしに母と俺は慣れてしまっていた。父も出世して忙しい立場となっていた。形としては復縁しなかったが、年に数回家族として会っている。たまにしか会えない父であったが、見た目と違って家族を愛する優しい人だった。そんな父に憧れを抱いたのがきっかけになったのかもしれない。高校の時に俺が警察官を目指すと打ち明けた時、父は非常に喜んでくれた。ところで、東京の生活には慣れたか？いや、東京は何もかもせかせかしすぎて、田舎の方が俺には合っているかな。この件の後始末が終わったら、俺は元の所轄に。いや、出向ではなく、正式に警視庁の所属にさせてもらうつもりでいる。話が違う、と抗議したが、父はニヤニヤ笑っていた。息子が警察官を目指すと知った時は嬉しかった。今まで遠く離れていたのだ。もう少し目の届く場所で息子の活躍を見守ってやりたい。これは父としてのわがままだ。弁解するように言った。そういうわけで俺はその後も捜査二課で捜査に励む毎日を送っている。都会であろうと田舎であろうと勤務態度が変わるわけではない。ただ、今は父の期待に恥じないように頑張っている。